カイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。こんにちは、クイズノックの伊沢拓司です。やってないことは本当新郎だけですよ、僕は。悔しい僕がランドセル背負ってたらそういうことだと思ってこの動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部と連動したクイズ動画となっております。ラジオを聴きの皆様もこの動画で初めて番組に触れる方も一緒に楽しんでください。伊沢拓司のなんでもランキング。このコーナーでは世の中のあらゆるランキングを動画をご覧の皆さんと一緒に私伊沢が学んでいくというものでございます。さあ今回のランキング何なんでしょう。実は外来語として驚いた言葉ランキング、おお1位を当てるんだ。ポンズ、オランダ語、ダルマ、サンスクリット語、タバコ、ポルトガル語、ナラク、サンスクリット語。ああなるほどね。まあね、僕もクイズやってるんで大概のことでは驚かないですよ、基本的にはね、知ってるから。でもまあまあそう、タバコもさ、その綴りがあったりするわけじゃないですか。あの英語で綴った時にトバッコみたいな感じになったりとか、奈落とかダルマとか、やっぱ仏教系の単語はサンスクリット語ちなみですよね。梵字でね書かれたりしますから、サンスクリット語ってあの外場とかに書かれてる文字ね。だから奈落とかってのはやっぱり仏教的な意味がすごく深いので、サンスクリット語に由来してるということですよね。ダルマもまあダルマ大師という、まあ、お偉いお坊さんがいたということでサンスクリット語ぐらいですね。まあ確かにポンズってもう本当になんか日本語っぽいですもんね。確かにこれは驚いたランキングかもしれない。でもポンズより上ってことですからね、だいぶ驚いてますよ。外来語ってもういっぱいありますからね。それこそそのよくクイズ番組に出るのは、やっぱ戦国時代以降に伝わったポルトガルとの交易の時に出てきた言葉みたいなね、コンペイトーとか、あと天ぷらとかね、そういった、あとバッテラとかもそうかな、寿司のみたいなのはよく出てきますね、話としてね、まあ、みたいな結構クイズ番組にもよく出る様子なので、まあ、何が出てきても僕は驚かないですけど、驚かないけど1を当てるのはちょっと難しいですね。ヒント、夫婦にまつわる言葉。え、夫婦にまつわる言葉、いやいっぱいあるからな、夫婦にまつわる言葉。僕もね、この年29になりますから、結婚式たるものがやたら出ましたからね。10回ぐらいはもう人生で出てるけど、でしかも司会もやったし、新郎新婦友人代表挨拶もやったし、乾杯の温度もやったし、余興のクイズ大会もやったし、余興のバンド演奏もやったし、やってないことは本当新郎だけですよ、僕は。それ以外の結婚式の役職は全部、あと新婦もやってない、牧師とか新婦のね、あれもやってないけど、それ以外のことはもう大概やったから。なんかあるか、夫婦にまつわる言葉ってまた難しいな。でもこれだけで当てたいわね。夫婦にまつわる言葉だから伴侶とかねありますけど、なんかサンスクリット語っぽいよね。実は外来語、まあ、まず結婚するんじゃん、で、まあ、夫婦、夫婦ともさすがに和語だからね。伴侶とかはなんかやっぱりサンスクリット、仏教で共にみたいなさ意味がありそうだよな。だってまあ寮がもうなんか僧侶の寮だもんねみたいなのはあるし、うわ伴侶以外の言葉が出てこなくなってやばい。でも伴侶が答えかっていう、伴侶1位かっていうね。他なんかあるかな、夫婦っぽい単語、夫婦っぽい単語。なんかでもカステラみたいなの欲しいけどね、ウェディングウェイね、三三九度、お色直し、違う、この辺り絶対違う。そもそもだって洋風結婚式のワードとかって全部さ外来語だもん。和風結婚式のワードってでもそんなにないもんな。夫婦にまつわる言葉か。回廊凍結のちぎり、肥沃倫理もなんか難しくないすぎて、いや伴侶じゃねえかこれ、伴侶以外にないで思いつかないんだもん。伴侶じゃない、漢字合ってるか分かんないけど合ってんじゃない、これな気がしてきた。よしこれでいこう。ということで私の回答こちら、伴侶、まあ共に連れ添う夫婦のことを指しますよ。これがまあサンスクリット語ってことなんじゃない、サンスクリットが多いってのもねヒントになるんじゃないかなと思います。答えはこちら、旦那あったー。驚いてないですよ、うん、旦那がサンスクリット語だってことには驚いてないです。でしかもサンスクリット語というところはあったしね、そう旦那はそうなんですよね、旦那が1位なんだ。じゃあ多分伴侶はサンスクリット語じゃないね、これはね。サンスクリット語のダーナが語源で、お布施やお布施をする人という意味、まあお金持ってる人ってことなんでしょうね。あーなるほどね、旦那がサンスクリット語なのは知ってはいましたけど、それが1位だったってことに驚いたという話です今回はね。負けました。
伴侶ってどうなんだろう、皆さん調べてコメント欄に書いてください。伴侶はサンスクリット由来なんでしょうか。以上、伊沢拓司の何でもランキングでした。続いてはスカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部ラジオ本編の中から歴史にヒントありのコーナーをノーカットでお届けします。素敵なプレゼントが当たるクイズもありますので、ぜひ最後まで見てください。どうぞ。歴史にヒントあり、イエイ。モデル動画クリエイターのネオです。クイズ族の山本義明です。同じクイズ族の川村拓也です。このコーナーではテーマにまつわる歴史を学び、その歴史から今を生きるヒントを見つけます。紹介する情報は番組スタッフ調べです。ありがとうございます。では早速ランドセルの歴史をお願いします。うんうん、はい、まあ、言うてカバンなんで、こうカバンの最初ってなるとよく分かんないんですけど、うん、まあ日本のランドセルの話をしますと、江戸時代ですね。ほう、江戸時代の幕末と呼ばれるこう、江戸幕府が終わっていく時期にこう外国から来たんですね。オランダから輸入されて、軍隊で活用されるようになった、布製の背負うカバン、背のう、はい、これ のっていうのはあの難しい漢字を書くんですけど、意味は袋なので、あの背中に背負う袋くらいの意味なんですけど、それがランドセルの始まりだとされていますね。多分ね、洋式の軍隊だから軍こう西洋式の軍隊と一緒に来たのかなと思ってますね。それが通学に使うカバンになっていったということで、まあ、あのカバンが国によって結構文化で異なるらしくって、箱型で背負うランドセルだから、我々がランドセルと言われて思い浮かぶものは日本で生まれたそうです。なるほど。オランダのものだったけど、日本で進化したんだ。そうそう、だからこう今あのランドセルを外国に持っていくと、あ、日本のやつだねっていう感じになる。そうなんだですね。ふとなんかたまに外国でポッと流行ってるみたいなニュースを、まあに聞いたことがあるような気がしないですね。そうなんだ。ポッと流行ってね、いつの間にか聞かなくなるんです外国の日本ランドセル、はい。そして1877年、貴族階級の子供たちのために開校された学習院では、子どもたちが馬車で通学したり、使用人が荷物を持ってきていたりしたそうなんですが、ところが1885年、馬車人力車、ダメです、そして使用人に荷物預けちゃダメですというふうに校則がね、校則が定められまして、そこで、まあ、荷物がこうやっぱ、いっぱいあるわけですよ。それをね、持ってきたのがこう一個にまとめる必要があったと、いうところで通学カバンにランドセルが採用された。通学カバンに背のうが採用されたということですね。本当か分かんないんだけどさ、これが禁止されたのって体力がつかないからみたいな話聞いたことあるわ。そうなるほど、どうなんでしょうね、本当なんでしょうかね。なんかあの教育なんか平等にしたかったみたいな、そういう話もあるみたいですね。なんかその生徒たちの間で平等に、教育の機会をね、教育の場では平等でいきましょうということで、荷物を持つ人と持たない人がいるのよくないな、みんな持ってこうみたいな、そういう感じですね。ということで、背のうと呼ばれていたあのバッグなんですけども、オランダ語で呼び方がランセル、と言っていたのが、なまってランドセルということになって、定着していったと。なまって、なんかね、セルに D の要素があんまない気がするんですよ。ランセル、ランセル、ランセル、ランドセルってこと今いきなり D が来ましたなまってこれになりましたと。これわかんないですね、よく。諸説ありです。諸説あり。この時のランドセルはまだ布製で、今でいうね、リュックみたいなものだったというふうに言われてますね。そこで、現在のような、現在のね、現在みたいなランドセルのルーツはじゃあ何なのかというと、あの有名な伊藤博文。有名ですよ、聞いたことあるでしょ、伊藤博文顔を見たらわかります。顔なんだ。顔、あんまり顔出てないですか。顔、まあまあまあ、あのお刺せとかになってた時期もあるからはい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 、ほら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 、やったやったやった。お顔見てわかりました。顔見たらね、やっぱ、友達だから。はい、これあの初代内閣総理大臣をね務めた伊藤博文が、大正天皇が学習院に入学する際のお祝いとして、革製で箱型の通学カバンを献上したっていうのが現在のね、ランドセルのルーツになってるみたいですね。
でそれから他の人たちも同じようなものを使うようになっていって、1890年には色が黒に指定されて、指定されてた、うん、黒以外のランドセルダメですよっていう風になってたんですね。さらに1897年には細かい形状とか寸法とかも統一されていったと、うん、同じような同じランドセルを使ってたんですね、みんなね、うんうんうん、はい、ということで基本的な形というのは、まあ100年以上前にできた、うんうんうん、これが色とか寸法とかがちょくちょく変わりつつも、基本はそれでできたのが今のランドセルでありますということで、まあ、学習院型とか言われたりしますね、なんか分類がありますね、うん、学習院から徐々に浸透していくわけですが、はい、革製のランドセルやっぱり高級品ということで、風呂敷とか安い布製のカバンを使う人も多かったみたいですね、うんうん、そして1955年以降の高度成長期を迎えた頃、うん、まあ、国民が豊かになっていった時ですね、うん、そのぐらいから全国に革製のランドセルが普及し始めたとされます、ね、高度成長期全部やってる。そうだね、本当に、うん、いろいろやっぱこう文化がねどんどんこう進化していった時期ですね、うん、この革というのが牛の革、牛皮、うんうん、昔は牛皮のランドセルが一般的だったんですけれども、うんうんうん、そもそも染めるのが難しいんですね。なるほど、うん、だからこう綺麗に色が出せるよってことで黒と赤が定番になりましたと、うん、おそういう意味で、まあ、技術的な制約とかもあったんでしょうね。なるほど、それがこう技術の向上とか、うん、素材側も進歩してこう例えば合皮でありますとか、うん、牛の皮じゃないもの、うん、そういったものが出てきて、まあ、様々な色のランドセルを作ることができるようになったので、うん、2000年代に入ると、うん、だから我々はドンピシャくらいか、うん、ちょうどだね、うん、やっぱ過渡期にあったんですね、うんうんうん、カラフルなランドセルができ始めて、男の子が黒、女の子が赤というね、うん、固定観念が薄れていく、うん、今どのぐらいなんだろうな、今の小学生の見たい後ろのロッカー、うん、あ確かに見たい、どうなってんだろう今ね、なんかすごい紫が台頭してる、そうなんだ、うん、私小学生の妹いるんですけど、はい、何色だったっけな、紫か水色、うんうん、でしたね。今の 女子のランドセルが紫とか水色とかピンクとかが着てて、うん、男子もね茶色が着てるはずなんですよね。あ、うん、確かに茶色いランドセル見るわ、うん、あるね。ちなみに文部科学省によりますと、小学生ランドセルで通学しないといけないという決まりはないそうですね。あ、ないの、はい、だから何でもいいって、うん、何でもいいらしい、ランドセルでいいよ、うん、まあ、でもランドセルね、やっぱ高いもん、高いけど安全みたいなとこもあるから、ね、ありますね、でかくてこけても安全みたいな、あ後ろにこけても、うん、そう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 、クッションになって安全みたいな。確かに、あと溺れた時にランドセルをうまく使う方法がある、なんか浮くらしいんですよね、うん、うまくするとだからこうこ、そうそう、だから多分ね、これ自分で調べていただいた方がいいんですけど、うんうん、なんか口頭でなんかこう間違って伝わっちゃうとよくないから、うんうんうん、まあ、機密性も結構あるんで、うんうん、溺れた時にランドセルをうまく使うといいぞとか、安全だ、話もあります本当に、うん、じゃあ買うとなると、うんうん、お店に行って買うっていう感じじゃないそうです、最近は。おー、うん、なんか最近は予約注文して購入する、うんうん、そうなの、4月5月から予約が始まります。これはもう入学の前の年のですね1年前、早いね、うん、売上のピークも5月から7月、なんでなんだろう、これはやっぱじいちゃんばあちゃんにねだりやすいんでしょうね。ねだりやすい、うん、そうなの、なあ、まあそっかそっか、はいはい、じいちゃんばあちゃんに会いに行く時期ぐらいなのかな、なるほど、うんうん、ということで購入までのランドセル選びはラン活と呼ばれています。おランカ出た、カツをつけるタイプのやつヌンカツみたいな、ランカツ、うん、ということで、最近のランドセルはね、いろんなバリエーションが出てきているので人気のものは品薄に なりやすいです。うん、A4 が入りますとかね、綺麗な色をしてますとか、うんうん、いっぱいありますね。いや、ランドセルのランドセル事情調べたいな。だってなかなか調べる機会ないですよね、うん、最新のランドセルってやっぱね、知らなくても生きていけるもんね全然正直正直、あ、背負うか、ん、そう、最近リュックが穴開いたのよ、はい、あ、ランドセルにしちゃうってことは、はい、6年使える6年バッグ、確かに、いや
やめよ。いやーちょっとやめ。似合いそう、うん、それ褒めてる。え、じゃあなんか私、うん、その普通のランドセルじゃなくて、はい、みんなと違うランドセルだったんですよ、うんうん、縦長じゃなくて横長のランドセルだったんですけど、そう、そのなんか一人ぐらいの本当に誰も持ってなくて、うん、妹と多分私だけこの横長だったんですけど、それ今考えたらめっちゃおしゃれだなと思って、うん、おしゃれだね。それにしましょう。それにしましょう。え、買ってくれる？半分なら出します。マジで？半分なら。え、めっちゃよく、な、似合いそうですよ。その横長のやつ。あ、なるほど。まあまあちょっとじゃあ検討ということで、はい、流されました。自分からね言っといてあれなんですけど。おしゃれ。うん。もうこれぴったりじゃないですか。あ、でも確かに、あ、なんか全然いける気もするね、うん、ランドセル感ないです。正直ランドセルっぽくないね、うんうんうん、バックって感じ。これの茶色通るな。通る、通る。これね、うん、いけるよ。いけますか。6年ですよ。だって溺れても安全でしょって。使い方によっては。いいじゃないですか。おもろいね。あ、いくら？ランドセルの平均のお金、うん、いくらかは6万から7万。うん、まあ、まあ、そんなもん。でも半額と考えると。そうですよ。半分出してくれると考えると。だいぶいいんじゃないですか。だいぶいいね。うん。まあ悪くない。悪くはない。悪くはない。はい、ちょっと安全です。僕がランドセル背負ってたらそういうことだと思って。そういうことになりますね。はい、ということで、今回はね、さまざまなランドセルの歴史学びましたけど。はい。ねおちゃんどうですか。いや、もう決まりました。すぐ。すぐ決まった。はい。ああ、迷ってないということは。いえ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 、そんな。どれかな。うん、どれだかな。当ててみますか。いいの？当てちゃって。当て、あ、どれにすると思います。みんな平等に苦労しよう。おお。これはね、ランセルに感謝です。おお。ほら。それでいいですか？ファイナルアンサーですか？いい。はい。だってランセルの時なんかメモしてたもん。なんかメモはしてる。じゃあ聞いてみましょ う、はい、今回の歴史から見つけたヒントは、ランカツはお早めに。おお。確かにね、3月だからもう今やった方が。そうじゃん、ちょうどじゃん。あら、お、今めっちゃいいヒントじゃないですか。そうですね、え、悔しい。あ、あれ悔しいな。あれ、過去一出た、うん、今日。嘘でしょ、出ました。なんか妥当だし、すぐ役立つし。しかもあのコンパクトでいいよね、うん、ランカツはお早めに。でもあれですよ、ランカツはお早めにの間と間、こう、うん、びっくりマークないといけないですから。あー、めんどくさ。めんどくさ。ランカツはびっくりマーク、お早めにびっくりマーク。もちろんじゃあ皆さんもね、それで送らないといけない。そうしないとクイズは正解できます。なるほど。答え、プレゼントももらえます。こーん、表記に注釈つけちゃった。ああ、びっくりマークの色は何色でもいいです。色、赤びっくり2つのやつで来るの。ランカツだ。まあ何色でもいいですね、はい、ということで皆さんちゃんとクイズ応募してください。歴史にヒントありでした。ここでプレゼントが当たる問題です。今回もネオちゃんが歴史から見つけたヒントは何でしょう。このクイズの答えが分かった方には抽選で素敵なプレゼントが当たります。スカイの公式インスタグラムからご応募ください。スカイの公式インスタグラムの URL は動画の概要欄に貼っていますので、そちらから飛んでください。たくさんのご応募お待ちしております、はい、動画への高評価、応援コメント、チャンネル登録もお願いします。ということでスカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部でした。またね。またね。